1705回始めます。10月の12日ですね。はい、抗原検査でね、陽性出ちゃって仕事ちょっと今休まされてますよ。で、5日間自宅待機みたいな感じでね、本当にまあ、うん、急にやってきた夏休みみたいな感じで、まあまあまあ、うん、休んでますっていうことで、まあ一人でね、廃屋でしゃべる分にはね、誰にもね、移さないと思うんで、私でも陽性言われてもね、熱はないし、味覚の変化もないし、だるくもないし、全く変わらないんですよね、本当に。キット、本当に正しいんですかね、私、あれ、コロナなのかな、うん、いやー、まあ、でもまあ、今回私、コロナにかかってるんでしょうけど、かかってるにしても、過去に多分私かかってると思いますけどね、うん、大部分の方、うん、かかってると思いますよ私、うん、本人気づいてるかどうかの問題で、まあ、あとうち子供からうつるっていう可能性もあるんでね、私の場合ね、子供なんかだいぶかかってると思いますよ。で、うん、今夜、今もう結構遅いんですよ、朝4時17分なんですけど、まあちょっとね、喋ってなかったんで喋りますよ。喋って、朝7時、8時ぐらいまで今日喋っていくんで、おそらく明るくなった、この廃屋の、この真っ暗の状態ばっかりなんでね、明るくなった私の姿、ね、明るいところの私の姿をお見せできると思いますよ、久しぶりに。今回、テレ朝のニュースね、ANN からですね、まあ、通常モード、うん。上司に公用チャット、うん、まあ、会社とか組織、うん、これ役所なのかな、あ、足立区の職員、足立区のまあ公用のチャットで逆パワハラってことで、上司に向かって上司名指しで低能バカとかね、うん、そういう書き込みをしたと、うん、上司に対してバカなどと誹謗中傷するメッセージを行ったとして、東京足立区の職員52歳が懲戒免職処分となりましたと。処分を受けたのは、足立区子育て支援などを管轄する子ども家庭部の女性職員ですと。52歳、うん、この52歳の女性職員ね、去年3月からおよそ3ヶ月間にわたって公用のチャット、うん、これで上司に対して誹謗中傷するメッセージを送っていましたと、うん、低能バカ、あなたの元では働くつもりはないなど、こういうこと書いたみたいですね。うん、で、1日に多い時で50件ぐらいメッセージ書いてたみたいです。で、この女性職員は、まあこれと別にね、体調不良による欠勤の際に必要な、診断書を提出せずに、おととし6月から2年余りで合わせて、うん、2年間で124日欠勤し、6時間遅刻することもあったということで、まあ、ちょっとね、ずれた職員だったんでしょうね、この女の人。いやいや、まあね、診断書、規定通り休めばいいんですけど、うん、こういうね、ルール守んないで、2年余りで124日ですから、うん、休んで、うん、で、6時間遅刻する時もあったと。うん、いや、まあ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 。で、懲戒免職になったと。うん、うん、この職員ね、はい、何言ってるか、上司の下で勤務したくなかったので休んだとかね、上司との関係がうまくいかず上司を不快にさせたかったとか言ってるみたいですね。女性職員に反省した様子はなく、足立区は先週この職員を懲戒免職にしましたということで、お役所の人たちね、お役所の人でたまにいるね、こういう人ね。やっぱり民間だと、こんな無断欠勤みたいな、うん、2年間で124日なんていうのは、まあ、自然淘汰されますよね、民間だと。こういうのがね、やっぱり役所とか公務員の世界ではたまに出てくるね。うん、やっぱぬるま湯っていうか、ぬるいっていう感じはあると思いますよ、民間に比べると。で、これはね、うん、まあ、懲戒免職ということで、ちょっと処分、うん、お役所の中では重いんだけども、まあ、この上司に向かってのね、バカとか低能とか、こういう書き込み、チャットでの書き込みよりも、この無断欠勤とかも合わせての、うん、
まあ合わせ技一本じゃないけど懲戒免職になったんじゃないですか。うん、まあ、ようやく懲戒免職にできたというかね、あの役所側からするとなかなかやっぱりね、介護するっていうのはまあ民間だとね、うん、あの簡単っていうかやりやすいけどね、うん、役所とかだとやっぱり一応規定あるからね、なかなかね首切れないっていうのあるんだけど、まあ、この女の人52歳の職員はね、女の職員はちょっとやりすぎてね、やりすぎだしちょっとずれてると思うよ、ね、52歳まだまだ人生100年時代先あるのに、この感覚だとこれからこの人はちょっと、うん、大変なんじゃないですか、うん、民間で生きていくとしたら、うん、このね2年余りで124回欠勤はちょっとまずいよまずいよ、うん、はい、ということでまあね、こういう人もいますということで、ね、ちょっとずれた人がたまにいるっていう話ですね、あの民間じゃなくて、いや、ね、公務員の世界では、はい、ということで終わります。1705回終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。